小林社長の元カノらしい。え、あの付き合いしてたなって、うん、の中で社長ってじゃあ何番目ぐらいに入りますか。そんなに私数多くないですけど、はい、まあ最下位ですか。今からで大食い対決みたいなのしようかな。この人数でですか。お疲れ様です。お疲れ様です。どちらさんですか。はい、どちらさんですか。どちらさんでしょう。なんと、はい、なんとですね、なんとあの、はい、小林社長の元カノらしいです。え、マジで。マジですか。マジです。どういうネットワークしてんですか、マジで。いや、すごいネットワークじゃないですか。いや、すごいネットワークですよ。まあ、社長もずっと言わんかったんですけど、昔飲んどったんですよ、はい、社長と結構。まあ、はい、今でも飲んでるんですけど、はい、で、よくあの、まあ、近くのスナック行ってて、はい、で、そこのママですよね、はい、ママさんです。あ、そうなんですか。でそこでちょこちょこ会ってたんですけど、はい、社長何も言ってこなかったんですよ、その当時。あ、知らんふりしてた。元カノだよとか何も言ってこなくて、はい、で、最近はい、まあちょっとある方からの情報で、はい、まあ、元カノですって聞いて、おお、はい、これはしめしめと思い、はい、動画に出ていけたらなと、あの、出ていただけたらなと思いまして、で、はい、お願いしたってことで、お願いしました。はい、やばー、すごい。マジですか。社長の昔をちょっと探してみようっていう。ああ、なるほどですね。社長って喋ってもらうみたいな感じですか。です社長ってちなみに昔どんな方だったんですか。めっちゃ気になります。え、どんな方って、まあ見ての通り、見ての通り、うん、ヤンキーですよね。ヤンキー。ヤンキー、なんか性格っていうんですかね、なんかすごい偉そうじゃないですか。うん、偉そう。偉そうっすよね、うん、あれは昔と変わらないですか。全然変わらない。なんか僕よく飲みの席とかで、うん、女なんかお前クソだぞみたいな感じで言ってますけど、うんうんうん、社長はどうだったんですか。あ、クソですね。クソですね。見ての通り、クソですか。見ての通り、想像した通りのクソだと思いますよ、はいはい、あー、もう視聴者もそれは分かってますからね。今までの、あの、まあ、男性いるじゃないですか、うんうん、あの、お付き合いした男性、うんうん、の中で、社長ってじゃあ何番目ぐらいに入ります。え、そんなに私数多くないですけど、はい、まあ、最下位。最下位。え、例えばどういうの。マジクソじゃないですか。女心を全く分かってないし、はい、まあ、見ての通り威張るし、威張る。終了後すぐ寝るし。終了後すぐ寝る。あ、まあまあまあ、これ朝6時に流れますからね。終了後すぐ。そういうことですね。え、ちなみになんですけど、なんかそのエピソードとかなんかってあるんですか。もう昔、あの、まあ、すごかったとか。やっぱあの、若い頃お金持ってなかったんで、はい、あの、売りが性格、はい、性格は本当に良くて、はい、うん、あの、暑いというか。暑い、あー、今でも酒飲んだら暑いですもんね。そうですね。そう、だからそれで、うん、みんなからも慕われてるとは思いますし、多分会社でも今そうなのじゃないかなって、はい、けなしたいです、あの、視聴者に。あ、けなしたい。社長をあの、晒したいんで。晒したいんで、悪い方をマジで出したいんです、全部全部出したいんです。悪い方がね、はい。16歳ってバイク乗るじゃないですか。乗りますね。社長乗ってました、バイク。乗ってましたね。乗ってました。初めて連れてってもらった、はい、が。初めて。マジピー入った。マジピー。マジピー。いや。カソン君のあの、はい、に乗せてもらって。あ、そうなんですか。へえ、なんかあれですね、淡い恋みたいな感じですね。あ、まあ、まあ激しい恋。激しい恋。激しいですね。激しかったっすよ。16歳で激しいですね。え、あれですか、運転とか下手くそですよね、絶対に。あ、運転も上手ですよ。へえ、意外ですね。はい、もう皆さんの見ての通りです。うちの社長はクソです。過去の実体験からですもんね。そう、過去の実体験からなんでクソなんですよ。過去からもクソだし、はい、今もクソ、ね、視聴者も知ってるから。まあ確かにそうですね。で、まあ、過去の裏付けでさらにそれがそうもう断定になりましたね。もっと確かなものに、クソになりましたんでね、はい。なんでちょっと今からですね、社長ちょっと落としていきたいと思いますんで、ちょっと会社だと、ちょっと事務員さんとかもみんないますんでね、あの、ちょっと知り合いというか、まあ、喫茶店にちょっと移動して、まあ、ちょっと社長呼びたいと思いますんで、で僕ら先に喫茶店行ってますんで、はい、わかりました。で、私が社長を喫茶店呼んで来ればいい。そう、呼んできてください。連れてこれば、はい。そう、連れてきてください。わかりました。思い出しておいてください。昔の、もうクソ伝説。クソ伝説。思い出してきてます。あ、本当ですか。マジですか。じゃあちょっと喫茶店の方で、はい。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。
人で車ドライブだね、はい、そうですね。あんまり俺のこと好きにならんだよ。あ、大丈夫です、そこはご安心ください。大丈夫だよ、マジ俺のことだけは好きになったら後悔するよ。わかりました。なんで後悔するんですか。気づくのは君だよ、はい、まあ、でも最近コメントでなんかミッチーといいカップルだねって言ったけど、めっちゃ出てるんですね。入ってるよね。もう入ってますね。めっちゃいい仲じゃん。あ、この人。まあ確かに仲はいいですけど、うん、付き合っちゃいいじゃん。なんでですか。それ動画になるなと思って。動画に付き合いました。カップルチャンネルやろうよ。いや、マジですよ。そうか、何あんの本当に。何を企んのあいつ。いや、わかんないですけど、ミーティングっていうか打ち合わせしたいって。めっちゃ嫌いでしょ。もう俺キレ系ばっかりも嫌なんだって。いや、もういや、わかんないんですよ、私も。なんかキレ系社長みたいな感じでしょ。そのためにバカバカ書かれるんだ俺。そうですね。見せついたね。見せつきましたね。祭りか。これよう行くんですよ、会社ね。会社っていうか、まあ会社から本当近いんでね。そうですね。一応知らない、その他人の手で一応組まれたら、携帯電話変わってるかな。あ、そうですね、ほんと自然な感じで、自然な感じで来てもらえたら。マジ喫茶店に着きましたね。え、喫茶店に着きましたね。なんかタケハンドルこっしょりな。いや、本当に分かんないですよ。なんかそれついてて、寺光さんに言われて、待って。で、まあ、なんで社長の日常みたいな感じで撮ろうかなと思って、うん、とりあえず幸せですね、喫茶店で。あ、遅かったっす。あ、遅かったっす。何してんの、お前。あ、いいっすよ、リリちゃん。いいですか。何これ、またなんかお願い動画が。いや、お願い動画じゃないです。もうお願いはするだけしたんで、多分来月ぐらいですね、もう一個お願い。ね、どうすんの、ね、今日決まってるの、ね、なんか、まあ、考えたやつあるって撮ったし。今日ですか。うん、いや、もうほんと今日はもう単純に企画会議みたいな感じです。大食い対決みたいなのやろうかなって。今から今からです。確かにだろう。ちょうどまあ昼になるんで、ちょうど喫茶店ない。結構盛り回るんだよ。カメラ回して聞いたのか。カメラ、まあ、OK です。いい。あ、ここでまあちょうど、まあ、よく行くところなんで、大食い対決みたいなのしようかな。この人数でですか。この人数で逆に言ったら。よくないですか。ん、よくないですか。何を。大食い対決みたいな。どうしたんですか。あ、どうしたんですか。あれ、何日。え、何日や。うん、知り合い。え、知り合いなんです。知り合い。あ、そうなんですか。なんで、スナックもあるじゃん。もう行ったことあるじゃん。行きましたっけ。全然覚えてない。渋いやん、どうしたん、ね、どうしたんですか。あ、どういうこと。コーヒー飲んでる。あ、俺呼んだ。呼んでる。すごい、こんなん絶対おかしい。こうやってこれやるわけねえよ、こいつ。だってもう主婦になったでしょ。なった。何これ、よく見れば携帯いじって。何こいつと思ったの。何だこいつ。早いっすね、バレるの。バレるの早いっすね。だけど、なんかどういう関係なんですか。どういう関係なんですか。っていう関係で、ママでしょ。はい、ママじゃないですか。なんか昔、遡ってみて、なんか、いろいろあったんですよね。お前余計なこと喋っとんなよ。お前余計なこと喋っとんなよ。ごめんね。僕ずっと言ってたんですよ。嘘、マジで喋ってた。ちょ、何これ、ちょっと。やはり店を来られると大きい声出すな。なんだ、俺のこと好きなの。めっちゃ怖いです。俺めちゃくちゃ言うとこだったの、付き合ってる時。でも本当は、ぶっちゃけ。うん、もう本当に、クソ。そうこれ使わ、動画使わ。これ使いましょう、これ使いましょう。いや、なんならもっと具体的に聞きたいですもんね。山に出かけて。俺の言われないよ。いやいや、社長山に行くんですか。いや、でいいよ。スノーボード、はい、スノーボードに連れてってくれて、はい、で、やっぱりあのこういう性格なんで、人をこう笑かしたりとか、はい、うん、そういうことにすごいもう全力で、はい、全力でやる人だったから、あの山行くと、とりあえずリフト乗りますよ、はい、リフトに乗ってる最中に、はい、突然リフト のバーにぶら下がって、はいはい、え、やばっ。ぶら下がって、はい、そんなんあった。で、私はすっごい面白いな、この人。私に板を預けたまんま、はい、まあ、ちょうどたまたまそのリフトがゲレンデを真上を通って、はい、
で、飛び降りたんですよ、はい、飛び降りて、はい、えって、はい、面白いにも度が過ぎると、はい、面白いなと思って教えたら俺やそう、トントンじゃんって、うん、で、はい、まあ一応心配だから一応板を持って、うん、そこまで滑ってったら、はい、なんと、はい、その下にいた女の子が可愛かったのか、はいはい、声かけてて、ちょっと待って、ちょっと待って最低やで、はい、電話番号交換して、はい、マジですか、また死ぬ間に不安の顔して、はい、面白かったみたいなやばいじゃん、そいつ俺じゃないでしょ、はい、俺がねもう視聴者見ましたもうすぐ一番だよ、ちょ、俺違うんだって、あの時まだ脳みそが3歳だったもういいって、もう早く終わろう、何突然来たのよ、何突然来たの、うん、見てよ、 YouTube 見とったんだよ、見とった、見とった、何年ぶりだ、まあ、スナックで今行ってやっとるで、何年も7、8年 ?5 年ぐらい、あ、そんなに経ってないよ、4年ぐらい、4年ぐらい、うん、締めろ、はい、はい、締めろ、わかりました、はい、じゃあちょっと次、法廷でやりましょうって法廷で、ちょっと法廷一方的に言ってないですで、では全然全く関係ない話になりますけど、うん、もういいって、はい、締めろって、求人道場ですね、あの求人道場、はい、締めろ、建設業専門で、あのまあ、職人と、まあ、企業の、まあ、マッチングのサイトやってますんで、まあ、そっちに登録と、あとライブですね、ライブも今飲みライブで使うのこれ不定期にやってますんで使うのあんまり人が入ってきたんで大声で喋らないです使うの不定期にやってますんで、ぜひチャンネル登録してもらえたら、はい、ライブやった時にパンって上がってくるんでね、通知の方をオンにしてもらえたら、そうですね、まあそんな感じで、まあ、ゲリラライブが多分多くなるから、そうです、ね、そういうのに対応できるように、はいはい、で、まあそんな感じで今回ちょっと昼時になったんで締めたいと思います、それからいいですか社長、あ、締めろだ、カメラ持ってないです社長みんなで一緒に締めます、では、ま、コーヒーも全部なくなっちゃったもんね焦りすぎて、最後いいですか、また見てね、知っとったでしょ、知らん知らんと言って、はい、なんかゲート全カメラ知らんかったです、めちゃくちゃ知ってます